はい、皆さん、おはばちゃみえちゆきです。はい、ですね、じゃあ今日は、今回ですね、メルキュールホテルというところに泊まります。那覇ですね、はい。というわけで、じゃあ紹介していきましょう。そうですね、まずまあ入り口から入って、こう、クローゼットとかありまして、で、はい、水とかコップもね、常備されてます。で、テレビがあって、ここが、こんな感じですね。LANケーブルとか、まあ、すごいですね。コンパクトに、ですごい機能的に作られてます。いいですね、こういうの好きです。で、こちらが、はい、バスルームということで、ああ素敵ですね。なかなかこんな感じで入ってます。そしてで、こちらがベッドですね、はい、こんな感じになっております。もう結構今日ね、いっぱい買い物してますんで、可愛らしいなんか椅子もありますね。6階です、今回泊まってるのは。で、まあ、シーズンでね、非常にみんなホテル高いんですけど、今回はちょっとスタンダードなお部屋に泊まっております。なかなか素敵なホテルですね。1周年記念ということでね、今回なんかアイスもちょっと食べられるみたいで、すごい楽しみです、はい、そうですね。改めてこちら側から、まあ、撮るとこんな感じですね。はい、ぜひぜひ、このマークが目印でございます。メルキュール沖縄なら、ぜひぜひ皆さんね、はい、素敵なホテルなんでチェックしてみてください。明日とかまたね、朝食の様子とかディナーの様子もちょっと撮りたいと思ってるんで、楽しみにしててください。宮地ゆきでした。